プログレス M1 から5は2001年にロシア連邦がミール宇宙ステーションを軌道離脱させるために打ち上げたプログレス宇宙船。ミール宇宙ステーションは15年の利用後自然落下の途上にあり潜在的に人口密集地帯に落下する可能性も存在していた。ロシア航空宇宙局がこのミッションを行った。ミールの問題による短い遅延があったものの 2001年1月に打ち上げられ1月27日にミールと最後にドッキングを行った宇宙機となった。2001年3月23日のステーションの軌道離脱まで2ヶ月間ミールのクバ番と1モジュールに接続されていた。ミールはプログレス M1 から5がドッキングしている状態で大気圏に再突入し太平洋上で崩壊。 燃え残りは6時0分頃に会場に落下した。プログレス M1 から5の計画実行の初期段階では、問題発生時にミッションを完遂するため友人のソユーズの打ち上げ準備が行われていた。ミールが軌道から外す決定は、ロサビアコスモスに賞賛と批判の両方を集め、ステーション維持のためのいくつかの運動が行われた。1998年に、 最後のシャトルミール計画のディスカバリーから撮影されたミールミールはソビエト連邦の宇宙開発で7番目に開発され、そして最後の有人宇宙ステーションであり、最初の厳密な組み立て型宇宙ステーションであった。最初の機体であるミールコアモジュールは1986年2月19日にプロトン系で打ち上げられた。ミールは その後1987年から1996年にプロトン系ロケットで打ち上げられた5機の機体とアトランティスが輸送したドッキングモジュールから構成された。ソビエト連邦崩壊後はロシア政府と新たに設置されたロサビアコスモスの所有となった。ミールは28時に及ぶ長期滞在を支援し40のユージ人ソユーズとシャトルミッションが訪れ、 維持のため64回の無人プログレス補球機が打ち上げられた。125人のコスモノート、アストロノートが訪れ、75回に及ぶ宇宙遊泳が行われた。シャトルミール計画中、国際宇宙ステーション建設の準備段階として1995年から1998年にかけてアメリカのスペースシャトルがミールを訪れた。 1998年の ISS の建設開始後、ロシアの宇宙開発の視力は2つのステーションに分散された。2000年にロサビアコスモスは、ミールコープとのミールの将来利用といくつかの商業、研究実施の準備を目的としたソユーズ TM-30 ミッションに対してのミールの商業利用への貸し出し合意に調印したが、後にこれは称賛した。続いて、 宇宙旅行などの飛行を含む多くの飛行計画が行われるはずであったが、ロシア政府のミールコープの計画への支払い能力に対する懸念のため、ロサビアコスモスがミールの継続的な運用の資金に対する決定を行った。2000年11月、ロサビアコスモスは、軌道離脱によるミールの軌道離脱処分による放棄を決定し、翌月ロシア連邦政府議長ミハイル・カシアノフは、 その実行のための命令に調印した。この段階で、ミールは設計寿命を等に過ぎており、ロサビアコスモス長官の有利コプテフは、このシステムのいずれもいつでも故障しかねないと考えていた。人口密集地帯に破片が落下する可能性もあったため、1979年のスカイラブや1991年のサリュート7号のような制御不能化での地上への落下よりもミールが、 機能しているうちの軌道離脱が決定された。この当時ミールはこれまで地球の大気圏に再突入した宇宙機の中で最大であり、特に再突入でも燃え残ると考えられたドッキング機構、ジャイロダイン、外部構造などからの大きな破片が懸念されていた。プログレス M1 から5はもともとミールが ISS の補給と燃料補充のために製造されたものであるが、 再突入時用の制御操作事項に選ばれた。ミッションは、ハースというあだ名を得ることとなった。プログレス M1 型であり、シリアル番号は254番であった。ミールを軌道離脱させ投入する位置には、以前の5機のサリュートステーションも落とされている、南太平洋上の無人地域、通称スペースクラフトセメタリーが選ばれた。プログレス M1 から5は、 カザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズ U ロケットで打ち上げられた。もともと2001年1月16日の打ち上げが計画されていたが、1月の初週に1月18日へと改められた。1月16日の2時ちょうどにロケットはサイト2の組み立て試験施設から出発し発射台に展開され、その後展開の開始後2時間以内でガガーリン発射台で立ち上げられた。 打ち上げは1月18日6時56分26秒に設定された。1月18日、打ち上げの5時間半前、ソユーズ、ユーロケットの燃料注入開始予定の直前に発生したミール搭載コンピューターの問題が発生した。打ち上げ準備は中止、停止され、打ち上げは4、5日遅れることが予想された。1月19日、 コンピューターとそれにまつわる問題で停止していたジャイロスコープの再稼働操作の時間を与えるため、打ち上げは1月24日に再設定された。打ち上げの準備は1月22日に再開し、打ち上げは1月24日4時28分42秒に成功した。打ち上げ後、M1 から5は3日間をかけて、ミール金棒に到達し、 1>, 1月27日5時33分31秒に空バント1の後方ポートにドッキングした。M1 から5の到着前、ドッキングポートはプログレス M-43 が利用していたが、M-43 は1月25日5時19分49秒にミールから離脱し、その後 M1 から5がミールとドッキングするまで軌道上に残っていた。 もともと M-43 は行われなかった有人飛行に向けて、ミールの補給と軌道を上昇させるために打ち上げられ、その後1月29日の2時12分に軌道を離脱、離月2時58分ごろ再突入し燃焼した。ミールとのドッキングに向けた典型的なプログレスの飛行は2日間であったが、プログレス M1 から5は軌道離脱噴射に向けて、 燃料を温存するために3日間かけてミールに到着した。1月18日に打ち上げた場合飛行時間はより燃料を節約し4日になる予定であった。同景器のプログレス M1 から4、写真は ISS に接近している様子。プログレス M1 から5は離脱噴射が行われるまで2ヶ月間ミールとのドッキングを続けた。ドッキングと軌道離脱の間隔は ドッキング時ミールは未だに安定軌道にあったが、プログレスの燃料を節約のために、自然減衰が起こり高度が低下することのために、考えられたものだった。完成は、軌道離脱制御前にミールの軌道が 250km に到達するまで待つことを決定した。加えて、RKK エネルギアは2月19日のコアモジュール、打ち上げ15周年を待つことを望んだとされる。 ドッキング後ミールは徐々に高度を高化させており、高度制御系のジャイロスコープが高度の制御に使えなかったため、高度制御系はさらに燃料を節約するために回転安定をもたらすミール自身の回転のために利用された。ミールはこの回転を軌道離脱操作の開始まで維持した。2月20日の時点で3月9日から5日以内に、 ミールは 250km の高度に下降すると予測された。3月1日時点でミールの高度は 265km にあり、1日あたり 1.5km 高度を下げていた。3月7日、ロサバイオコスメスは、軌道利活操作時に異常が発生した場合により、広い制御のオプションを残せるように、より多くの燃料を残しておくためミールが、 自然効果で 220km に達するまで軌道離脱噴射を遅らせることにした。外からの操作がなければステーションは3月28日に自然効果で大気圏に突入すると予測された。3月12日、ミール搭載コンピュータは軌道離脱に向けて再起動され、3月13日には制御システムも起動された。 3月14日、3月22日に工程が行われることが発表された。3月19日、予想より低い効果率であったためにさらに1日、遅延し、最初の軌道離脱噴射は0時31分に設定された。プログレス M1 から5は、ミールの軌道離脱操作のために 2678kg の燃料を搭載していた。軌道離脱操作は、 最初の2回はドッキング及び高度制御スラスターで、3度目はメインエンジンとスラスターを利用して延べ3回の軌道離脱噴射が行われ、3月23日に完了した。最初の燃焼は0時32分28秒に21.5分間行われ、ミールは近地点 188km、遠地点 219km の軌道に乗せられた。 二度目の燃焼は2時24分から24分間行われ、ミールは近地点1 5 8トル遠地点2 1 6トルの軌道に乗せられた。最終噴射は5時7分36秒に行われた。これは20分間行われる予定であったが、飛行管制は予定通りステーションの再突入を確実にするため、 燃料が枯渇するまでプログレスに噴射をさせることを決定した。最後のミールからの信号は5時30分に受信され、その後地上局の受信班以外に向かった。ミールが大気圏突入時にたどったけど、ミールはドッキングを保ったプログレス M1 から5と5時44分に、共に南太平洋上で大気圏に再突入した。5時2分頃崩壊を始め、まず、 ソーラーパネルが外れ、続いて、その他の周辺構造が剥がれていった。モジュールは完全に切断される前に屈曲し、燃え残りは6時ちょうど頃に海上に落下した。破片は、南位47度成形140度、南位47度成形140度、マイナス47マイナス140付近で落下させることが予定された。 5時59分24秒にミールが消滅したという公式声明が発表された。最後のミールの追跡はクワジャリン干渉のアメリカ合衆国陸軍基地で行われた。欧州宇宙機関、ドイツ連邦国防省、アメリカ航空宇宙局も最終軌道と再突入時のミールの追跡を支援した。元宇宙飛行士でミールに最初に訪れたクルーの一人の ウラジーミル・ソロフィエフが、ステーションの軌道離脱時にミッションコントロールチームを、引き入れだろうとした報道も存在した。ソユーズ TM-32、にミールの軌道離脱で問題が発生した場合、緊急ミッションに使われる予定であった多くのプログレス、補給機と同じく、M1 から5は、クルスとトルの2種のドッキングシステムを搭載していた。自動のクールス系は、主ドッキングシステムであり、 手動操作の必要なトルはバックアップであった。再突入に向かっていたミールは M1 から5のドッキング時も無人であったが、トルの運用には宇宙飛行士がミールに乗っていることが必要であることや、ドッキング中の他の問題が発生した場合などに解決を行うなど、人間の介入が必要となった際に向けて、ソユーズ TM-32 がミールへの飛行の準備していた。 ソユーズはまたミール搭載飛行制御系の故障時にも打ち上げが予定された。サリザンシャリポフとパーベルビノグラードフが当初予定でミッションに向けて準備しており、タルガット・ムサバイエフやユーリー・バトゥーリンがバックアップクルーとされていた。しかし、2000年12月、要因は大霊児長期滞在のクルーとして知られるゲンナジー、パダルカとニコライブ・ダーリンに変えられた。 これらの宇宙飛行士はこれまでに ISS のズベズダがドッキングに失敗した場合に打ち上げることを想定して行われた類似した緊急ミッションへの彼らの訓練を見込んで選ばれた。有人飛行が行われた場合、完成側はミールの軌道離脱開始を有人計画の着陸まで待つとされた。2000年に打ち上げられたプログレス M-43 は ミールからドッキングを解除しその翌日プログレス M1 から5が打ち上げられ、プログレス M1 から5のドッキングまで軌道で保持された。これは、プログレス M1 から5がドッキング不可能であった場合に、プログレス M-43 はミールに再ドッキングを行い、後に到着するソユーズクルーに酸素や食料などを提供できるようにするためであった。 プログレス M-43 はプログレス M1 から5のドッキング成功後、軌道を離脱している。もしプログレス M1 から5が1月16日に打ち上げられた場合、必要となった場合のソユーズの打ち上げは2月10日に行われたとされる。この場合、クルーの引き上げは2月22日であり、ミールの高度低下によって、クルーの送り込みは非常に危険になっていた。 もしプログレス M1 から5のドッキング後ミールのメインコンピューターが故障した場合、飛行計画はミールの部とランデブーシステムかプログレスを制御に使うかのいずれかの利用に変更されていた。この計画では第3機道離脱噴射が最初の2回の24時間後に行われ、第2噴射と第3噴射の間でステーションは再びスピン安定を行う。完成は ミールの電源系の故障のための計画も行っており、この場合すべての誘導と制御機能がプログレスによって行われるが、軌道離脱が1日遅れる結果を見込んだ。ロサビアコスモスが落下片による被害をカバーするためにおおよそ2億米ドルの保険方針をとっていたことが報告された。ミール由来の破片の地上到達のリスクは3%に上ると見積もられた。 目標地点の近くに存在する国軍には予防措置を取るべきかどうか決めるために軌道離脱にまつわる事象を監視した。ニュージーランドでは衛星再突入委員会がこれを担当し、一方オーストラリアではオーストラリア危機管理局が準備を行った。日本の防衛庁の斉藤俊嗣長官は最終軌道が日本列島の上空を通過するように予定されていた。 ものの日本に破片が落下する場合を考慮してアメリカ合衆国への渡航を延期した。沖縄の住人にはミールの上空通過時に屋内に留まるように警告が出された。南太平洋フォーラム参加国は自国が落下片による被害を受けないことに対するロシアからの保証を要求した。シンガポールの陳鈴強司法長官はスペースデブリの大規模な取り締まりを呼びかけた。 ロシアの発表とその後のミール軌動離脱処分の計画実行に対する反応は様々であった。いくらかの宇宙飛行士はミール喪失への落胆を表明し、一方プログラムの終了の決定への指示もあった。ウラジミール・チトフはミールを良い船だったと表現した上で ISS に優先順位をつける決定に納得しているとしている。またウラジーミル・デ・ジュロフはミールのことは悲しい。 けれども我々は未来を見る必要があるとの感想を述べた。2000年11月、ミール軌道離脱処分の計画が公表された直後、ロシア自由民主党は、ロシア議会会員で軌道離脱の阻止を目的とした決議を可決した。2001年2月8日、ミールの軌道離脱処分への抗議運動がモスクワで行われ、続いて、ロシア大統領のプーチンに請願が送られた。 ロシア連邦共産党のゲンナジージュガーノフ第一初期はミールの軌道離脱処分が間違いであり、有害で役立たずで、意思白弱で低能で非常に無責任な政府の行為だと述べた。イランは宇宙ステーションの購入を試み、モハンマド・ハータミー大統領は、ロシア側の宇宙飛行士訓練の支援と引き換えに2、3年の資金提供の供給を提案したが、この段階では、 このような取引の成立には遅すぎた。ロシアの主要テレビ局は国家テレビ討論会の番組を編成した。元宇宙飛行士、ゲオルディ・グレチコは、ミールは国際宇宙ステーションや他の宇宙機に利用できる機材を回収するのに十分な機関軌道に保たれるべきと示唆したが、コンスタンチン・フェオクチストフは機材を回収するのは置き換えるよりも多く金がかかるだろうと主張した。 アナトリー・アルツェバルスキーはひとたびミールが軌道を外れたらアメリカは ISS へのロシアの関与を下げさせようと試みるだろうと信じているためミールは維持されるべきと主張したオンライン世論調査では世界の67%がミールの軌道上での維持を支持した2月中旬ロサビアコスモスと RKK エネルギアは決定への批判に公開書簡で答え 搭載機材系の実態から、ミールは安全で信頼のできる運用が可能ではないと説明し、また寿命の延長を試みはミールの制御の喪失につながり、また結果的にロシアにとってだけではなく世界中にとって壊滅的な結果を生む可能性があるとしたアメリカ合衆国政府は ISS 計画に向けてミールに利用されていた。 ロシアの宇宙開発視力が自由になるため軌道離脱の決定を歓迎した。しかしながら宇宙フロンティア財団は自らの主張するアメリカ合衆国の圧力へロシア政府が屈服したことを非難した。SFF の共同創立者のリュック・タム・リンソンはミールは ISS への道筋を作るために強引に押しつぶされたと主張した。団体は 以前から、Keep ー,ール・アライブと呼ばれる運動を行っており、この中でミールの継続的な運用の確保か、運用が実行可能になるまで保管できるようにより高い軌道に押し上げるかのどちらかを狙っていた。ミールの再突入を見越して、タコベルのオーナーは12メートル四方の標的を、オーストラリア沿岸の太平洋上に広げた。 もし標的がミールの破片で貫かれた場合、アメリカ合衆国本土のすべての人々に無料でのタコス購入権を与えるとした。同社はこのギャンブルのために高額の保険をかけていたが、標的にミールの破片は当たらなかった。ボブストロンが率いるアメリカ合衆国のファングループは、太平洋上を飛行するために航空機を貸し切り、再突入を見届けた。ムサバイエフとバトゥーリンは、 その後 t m 三十にて ISS に行っている、アクチュアルコンディションオブザオンボードシステムズ、どうずのっと、メイクポッシブルザセーフラリオブルオペレーションオブミア、メイリードツーザロスオブコントロールオブミア、アンド、アズ、エイリザルト、ツーカタストロフィックコンセクエンシーズノットオン d ーフォー、ロシアバットフォーザホールワールド。ありがとうございます。